はい、それではね、今朝のお客様に歌っていただきたいと思うんですがね、はい、これはもう曲をお聴きになれば旗と思い当たる方多いと思います、はい、日本一のコーラスグループ、はい、日本一ということは鳥も直さず世界一でございますね。はい、それではこの歌を聴いていただきましょう。風に思う空の翼、輝く自由、マスターリーフォーサービス、生命ここに道あり我が丘、完成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 が来り、ラボタラパタクラピザ響け我が部屋、風光力若きは力ぞ、いざいざいざ上が肌震え、いざ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 上が肌震え、肩は勇む向こうの部屋、ある景色にそうまさにフォーサービス、新月ここに冴えたり我が四季、万世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 が来り、ラッパ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 ラッ若きは力ぞ、いざいざいざ上が肌震え、いざ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 上が肌震え。いかがですか、この素晴らしいコーラス。私の母校でございます関西学院グリークラブの皆さんです。おはようございます。はい、元気よろしいですね。今のは、何という曲でしたかね。今のは高架の空の翼と言うんです。これが高架ですか。はい、私どもの時はね、これももちろん歌いました。戦時中でございますがね、英語が入ってるというで大変厳しくね、はい、言われたんですけど、しかしやりきりましたですね。やはり戦時下適正語でございますからね、英語というのは入れたらいかん言うてね、軍部から特に言われたんですけど、我々これを歌い続けましたんですがね、もう一つ効果がありました。我々の頃、ええ、緑こきかぶと、ご存知ですか。はい、それを今日は歌っていただきます。いえ、うちには効果まだたくさんありまして。はい、うちにはって私もでございます。あ、そうですか。どうも失礼いたしました。オールド完成というのがありまして、オールド完成、ええ、これは大変名曲でございますがね、私どもの時はこれは歌わなかった。やはり緑光景ね、最高でございますね。山田耕作先生の作曲でね、はい、このオールド完成というのはどなたの作曲ですか。作曲は不詳なんですけど、はい、アメリカの、はい、エール大学の方のとこからメロディーを取ってきまして、それで林雄一郎先生が OB である林雄一郎先生が編曲なさったものです。替え歌ですか。英語ですか。ほんで、はい、そうです。あ、そうですか、はい、英語の歌というのはね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、いかがでしょうか、一般の方に。そうですね、はい、分かりにくいとは思いますけど、はい、やはりやりますか。やらせていただきます。はい、関西学院の校歌のうちの一つというでいいわけですね。はい、そうです。それからね、はい、先ほどの空の翼ですけど、関西医学言うてありましたよね。そうです。あれやはり関西と言わなあかんのですか。そうです、看護の発音で関西じゃなくて関西になってるわけです。関西学院でございます、ね、そうです。はい、それでは関西学院グリークラブの皆さんに校歌歌っていただきます。オールド完成です。どうぞ。No flower.
そばで聴いておりましてもね、こう腹渡に響くような頼もしいですね。はい、それでですね、指揮者のお名前聞くの忘れておりました。学部とそれから学年とお名前を。はい、経済学部4年生金房哲三です。金房さん。はい、そうです。あ、そうですか。リーダーですか。部長とコンダクターと2つありまして、はい、コンダクターの方は技術の方をリードするわけです。はい、部長の方はその部内をまとめていく代表でありまして。なるほど。どなたですか。そちらに咲丸って言うんですけど。咲丸さん、はい、そうですか。後でお話伺いたいと思います。それではちょっとお休み。はい、再び私スタジオ入ってまいりました。あ、指揮者の方まだです。はい、慌てんとごっくりお話などしてね。はい、はい、ちょっと皆さんガラスの中先ほど覗いてはりましたですがね、あそこに座ってるのが立花ゆきちゃんと申します。いかがでしょうか。ご覧になって感想など。いや、可愛い人やと思って先から見つめてるんですけれど。そうですか。ちょっと皆さんより年が上かも分かりしませんけどね。そうですか。お若く見えますよ。はい、見えます。19ぐらいかなと思って。いや、その通りです。そうですか。はい、お宅はいくつですか。22です。22歳。すると4回生。そうです。そうですね。はい、何学部に。小学部です。小学部。はい、金房さん、はい、今日の方はどういう学部が集まってはるんですか。文化系の学部が大体集まってるんですけど、経済、小学部、はい、それから法学部、はい、社会学部、それから文学部。なるほど。はい、すると理工系は、うちに一つ理学部っていうのがあるんですけど、はい、どうも4年になると忙しそうで、入る方がありませんので。そうですか。今日の関西学院グリークラブ、関西学院グリークラブ全部おいでになりましたですか。いえ、3、4年のほとんどが来てるんですけど、全部じゃありません。3、4年のほとんどがおいでになった。はい、そうです。あ、そうですか。全部で何人いらっしゃいますか。全部で58名です。58名。はい、今日は25人ぐらいですね。25ぐらいと言いますと、はっきりとは。そうですか。はい、それからね、先ほどご紹介いたしました部長さんでございますね。来年度の部長さん。はい、そうです。咲丸孝則さん。はい、そうです。経大学部3年生です。はい、ここなんで今一人だけ前にいてはるんですか。この斎太郎ソロやりますので。斎太郎節のソロ。はい、そうですか。聞かせていただきたいと思います。それでは斎太郎節です。
民謡、宮城県民謡の斎太郎節、佐喜丸孝則さんを中心にしてお送りいたしました。しかし大変どう言いますか、本格的な発声で、しかも拳がよく効いて格調高い民謡になっておりますね。あ、そうですか。はい、結構でございました。ちょっとお休みいただきたいと思います。フレッシュ9時半、木田太郎です。今度は安心してお買い物ができるKマートチェーンがお送りする太郎の散歩道。はい、再び関西学院グリュークラブの歌声、聞きたいと思いますが、先ほどねちょっとお読みするの忘れとったんですけど、関学出身の主人がぜひオールド関西を聞かせてほしいと言っていますと、寝屋川の川尻きみさんからいただいておりましたおはがきでした。それから、木田さん、ゲストにぜひ今年ヨーロッパの合唱フェスティバルに日本代表で参加した関学グリークラブをお願いします。芦屋市の北浦昌司さん、やはりおはがきです。それからですね、木田和子さん、高槻市の方からもいただいておりますね。それからお電話もいただきました、神戸市の野田さんですね。関学のグリークラブの皆さんに、昭和24年か25年頃にできた新しい応援歌を歌ってほしいです。歌詞は元月高く空に生え、見よ今日の空を行く。これご存知ですか、金沢さん。いえ、僕たちは知らないです。知らない、はい、昭和25年と言いますと、何年前ぐらいになりますかね。我々が大体生まれた頃の前ぐらいですね。あ、そうですか。するともうこの応援歌というのは廃れたわけですね。そうです。また別の応援歌がありますので。できております、はい、そうですか。しかし先ほどの私の言うとった効果聞かせてほしいですね。緑子ご存知ですか。歌えることは歌えるんですが。歌えます。はい、やっていただきましょうかね。やったら、いや誰か手を振っておりますが稽古してないという。ほなこの次の機会にね、ぜひともこれ聞かせていただきたいと思います。それからね、寝屋川の川尻さん、主人が関学出身で4年前結婚した時に、結婚式の時に空の翼を皆さんが歌ってくださいました。懐かしく思い出されました。結婚式にお歌いになったわけですね。よくやる手でございますがね。それから豊中の清水さんはジェリコの戦いを歌ってください。私はもう25年の関学グリーのファンなのですが、最近ちょっと力が落ちているようで残念です。しかし私はそう思いませんね。やはりこう昔のグリーを聞いてはる方はね、やはり昔の方が良いと、そういうふうに思いはる。これはまあ年配の方の通弊でございますがね、今の若いやつはナットランとかね、よくおっしゃいますが、私はそうは思いません。この清水さんがおっしゃっておりますのはね、最近ちょっと力が落ちている、これはほれ腕立て伏せの力ね、あれが落ちてるんやないかと、そういうふうに解釈したいと思います。それではですね、曲に入っていただきたいと思いますが、今度は金沢さん、何という、はい、フランツネケスのミサから、キリエ、キリエって、キリエという曲、はい、これは宗教曲ですね。そうです。最近こういうふうな曲がちょっとこう流行ってきたような感じありますね。そうですか。よくわからないですよく大学の合唱団でね、はい、こういう曲がよく歌われるという最近の風潮でございます。結構なことなんですけどね。どういうところにその原因があるのかなと思ってるんですけど。さあ、僕たちはよく知らないんですけど、関学の方はキリスト教主義の学校でして。そうですね、嫌でしたですね、礼拝でね。先生がね、みんな集めて立たしといてね、これで主に何とか言っておっしゃるんですけどね、別にそのキリスト教自体は私何も思いませんけどね、退屈でね。は、今でもやっておりますか。あります。あります。全員参加しておりますか。いえ、13課でなっておりますので、ほとんど参加しておりません。結構ですね、13課になっておりますか。はい、それではそれを聞かせていただきます。キリエでございましたね。はい、どうぞ。Thank you.
今ね、朝日放送にもね、たくさん関西学院出身の方いらっしゃるんですよ。それで見えておりまして、あ、もう逃げていきましたですか、加藤ディレクター。いらっしゃいますか、どうぞ加藤さん、お入りください。昔話をね、ちょっとしたいと思いますが、関西学院出身と言いますとね、朝日放送の社長の原清さんも、やっぱり関学出身。大変優秀な人材が多いんです、ね、私を含めました。ほんで加藤さん、あ、どうぞこちら、はいはい、こちら、はい、ほとんど関西学院出身で占められておりますね、朝日放送。そんなことないですよ。いや、一部に同志社とかね、学習院とかいらっしゃいますが、ほとんど関学、加藤さんも関学。いや、私はそうですけどね。はい、それけどほとんどではないですよ。もう本当10分の1じゃないですか。そうですか、うん、加藤さんはいつのご出身ですか。大東亜戦争の前でございます。そうすると80ぐらいになるじゃないですか。ね、私と同年配なんです、加藤ディレクターと。で、同級生でございましてね、悪い男でございます。あの頃で言います、後派というやつ。さようですね。戦闘部でございます、あの頃ね。そうです。戦闘部べちゃんこにして、ね、油塗ってね。ほんで、こう、どう言いますか、こう、ひさしをピーンと出して、ほんで、ゲートル、円ピンって言うんですね。ほんで、ゲートルをものすごい下で巻いて、ほんで、廊下うろうろしとって、勉強したとこ見たことございませんからね。まあ、勉強はね、付け足しで。そうですか。それで先ほどのね、オールド完成という曲なんですけど、はい、私実はね、あんまり馴染みないんです。はい、あ、そうですか。本当学校行ってないもん。私どもの時は加藤さん、はい、東洋ベアリングでございましたから。ありがとうございます。はい、それでね、いやいや、勤労動員でね、行っておりまして、ベアリングを作っておりましたんですが、そうでしょ。そうです。だから英語というのは適正語でございますね。そうですね。そうでしょ。だから第二効果のようなものができたということですな。緑光輝、あれです、はい。やはりあれが聞きたいですがね。あれいいですな。はい。あれいいです。加藤さんもやはりあの方が良い。僕らの時はあれでしたもんね。そうでしょ、ね、これなぜオールド完成機能おすすめになったんですか。いや、僕は昔から、僕の兄貴もそうですね、はい、で僕の兄貴はグリーの、マネージャーやってました。これはこれはお見それいたしました。いやいや、もうということで知ってますね。そうですか、はい、なるほど。加藤さんもドラマーでございましてね、関西学院の軽音楽部のね、名ドラマーでございました。今は全然飽きませんけどね。どうも加藤さん、ありがとうございました。どうも皆さん、どうも、はい。心斎橋水商店街の有名店がお送りする太郎の拾い読み、はい、ちょっとね、皆さんにお聞きしたいと思いますけど、だいたい20歳ちょっと過ぎぐらい、それか前ぐらいの方もいらっしゃるんですかね、19歳ぐらいの方、はい、お宅は。あ、僕20歳です。20歳、はい、理想の女性像というものをちょっと聞かせていただきたいと思うんですけど。やっぱり優しくて、はい、可愛らしくて、はい、思いやりがあり、はい。そのぐらい。そのぐらいですか。え、頭が良くて。頭が良くて、はい。こちらはいかがでしょう。え、そうですね。倒れる女性の人がいいですね。いやいや、これはまあ大変意味深長でございましてね。はい、やはりお互いに頼れるという。そういうことです。非常に良いと思います。はい。はい、いかがでしょう。そうですね。僕は頼ってくれる女性がいいですね。なるほど。はい。それもええと思いますけどね。ね、はい。顔はどうでもよろしいですか。いや、やっぱりある程度やっぱり自分に合わせて。なるほど、はい、いかがですか。もう4日かってね、もう絶対こう支えてくれる相手がいいですね。支えてくれる相手、なんかね、ちょっと反対みたいな気がいたしますが、昔と。それからね、いわゆる結婚観でございますね、一夫一婦制度がだんだんこう、どなたに聞けばいいですか、オーソリティ、はい、いかがでございましょう、結婚ね、離婚件数が結婚の1割に達していると言われております。だんだん離婚が増えていく、ほんで一夫一婦制度がだんだん崩壊していくという、はい、ほんでもうね、例えば今から15年か20年先になったらね、まあ、あるカップルが結婚式いたします、はい、その披露宴の会場に知人とかお友達たくさん見えてますでしょ。その中の誰かが、あるいはその花嫁とね、事前にもうすでに住んでおるとか、ほんで男の方はその中に来ている女のお客様ともういろいろ交渉があるとか、それをまた何の不思議もなく受け入れられる世界になっとるんではないかと、そういうふうに予想されるんですよ。どう思いますか。嫌ですね、そんな。嫌ですね、やっぱり。やっぱりそういうのはなんかピンとこないですね。ピンとこない、はい、なんか不潔感があるという結果でございます。やはり関西学院、皆さんね、まだ魂は滅んでおりませんが、はい、それでは曲に入らせていただきたいと思います。金房さん、はい、ぼちぼちクリスマスも近づいてまいりました、はい、ここで一発、はい、ジングルベルをやらせていただきます。はい、はい、お願いします。ジングルベルです。ジングルジングルジングル
アレンジしはるんでしょうか。昔から伝わってきた楽譜なので僕はよく知らないんですけど、感覚のグリークラブがずっと持ち続けてきた楽譜ですか。はい、そうです。何年前にこの発生したんでしょう、発生やでできたんでしょうか、グリークラブというのは。1897年にできました。1897年と言いますと、間違ってるらしいですよ。99年だそうです。どうも失礼いたします。そうですか。すると何年前ということになりますかね。75年前です。75年前。違うそうです。もうすぐ75年になるというそうですか。ちょっと打ち合わせ通りいきませんでしたですけど続けてクリスマスキャロルね、もう一曲お願いしたいと思います。はい、アデステフィデレス。はい、お願いします。神の御子伝統の歌声でございますね。大変素晴らしいと思いますが、皆さんはやはりこのそれぞれ社会に巣立っていきはると思うんですけど、もう就職の決まった方いらっしゃいますんでしょうか。ちょっと手を挙げていただきましょうか。あ、もうだいぶいらっしゃるわけですね。どちらに決まりましたですか。神戸国際会館。そうですか。そこで何をやりはるんですか。会場のマネージャー。あ、そうですか。またお会いするかも分かりませんね。やはりちょっと音楽関係ということになりますが、こちらはどこへ。次回営業です。何をやってはるんですか。食料品の卸小売とビールの特約です。あ、そうですか。これはまたご苦労なことでございますが、それからこちらは何に決まりましたでしょうか。一粒300メートルの江崎グリコです。コマーシャルが入ってえらいことになりましたがね。はい、
それでは再び曲に入りたいと思いますが、先ほどね私がしつこく言うておりました緑呼吸をねやっていただけるそうで、はい、1番だけ、はい、1つやっていただきたいと思います。ありがとうございます。何どないなっております、はい、しばらくやってないもんで楽譜をみんな調べてるわけですけど、今から調べるわけですか。すぐやりますので、すぐ、はい、はい、しびれましたですわ。実はね、私とこ結婚して10年になりますが、まだ子供おりませんです。で、子供同様に10年間可愛がってまいりました、犬のチンがね、ペコちゃんっていうんですが、昨日の夕方亡くなりましたんです。で、まあ、私事でなんでございますが、たくさんそういうね子供さん亡くされた方とかいらっしゃると思います。別れの歌というのがございますね、賛美歌に、はい、一つ最後に聞かせていただきたいと思いますが、あ、そうですか。ちょっとそれではね、CM をさっき聞かせていただきたいと思います。阪急百貨店がお送りする趣味の百貨、はい、先ほど申し上げましたように賛美歌405番、これは大変こう別れの曲として私の一番好きな曲なんです。一つね、賛美歌でございますからね、お箱でございますね。そうです、そうですね、はい、はい、聞かせていただきたいと思います。賛美歌405番です。
はい、賛美歌405番神ともにいまして、最後にいたしまして、今朝の関西学院、グリークラブの皆さんね、大変心が洗われるような素晴らしい歌声でございました。ぜひともね、今後演奏活動の方に力を入れるようになりましてね、先ほど申し上げましたように、もちろん日本一の合唱団でございますが、世界一、地球一になっていただきたい、心から思います。皆さん